こんにちは、りょうかです。今回は正月太り解消のトレーニングをやっていきます。まず40秒間手のひらを太ももから膝まで滑らせるトレーニングです。これはお腹に効くトレーニングで、勢いで起き上がらないことと首に力を入れないっていうことがポイントです。私全く運動してないので、多分これを見てる皆さんの方が腹筋があると思います。ヘナチョコすぎてすいません。ここで20秒間休憩です。もう脱力しきっております。次は40秒間足を90度上に上げて床につかないギリギリまで下げるトレーニングです。これもお腹のトレーニングになってます。もう本当にこれきつすぎて、普段いかに運動していないかが分かりますね。このね、トレーニングウェア、上はアンダーアーマーなんですけど、下は持っていないのでグラマラススパッツというね、本当に普段いかにやっていないかが分かる動画なんですけど、なぜか靴下だけ履いてます。はい、ここで20秒の休憩です。全然してないとね、本当にきついんですよこういうのが。そして次は20秒間プランクです。これは2セットやります。プランクはねすごい大事で、なんかいろいろコツがあるようなんですけども、私はちょっとコツがちゃんとできているのか分かりません。もうこれやるのに必死でグラグラしております。で10秒間休憩です。もう一度20秒間プランクをやります。10秒間の休憩です。以上がお腹のトレーニングになります。で次は20秒間お腹のストレッチです。しっかり鍛えた後なのでお腹の筋を伸ばしていきます。はぁ、伸びる。ここからヒップアップのトレーニングです。まずかかとの延長線上に手を置いて、足と足の間は拳1個分開けてお尻を上げていきます。これは結構なんかよく見るトレーニングで、お尻が垂れるのを予防するトレーニングです。これ結構意外と私ふと気がついた時にやってるかも。お腹の肉やばいな。はい、20秒の休憩です。次が足の裏同士をくっつけて、先ほどと同じようにお尻をピンと上に上げます。これなんか他の人がやってるトレーニング見たら普通なのに、私がするとかまじいにしか見えない。
はい、20秒の休憩です、ここから内もものトレーニングに入ります。こうやって足を持ち上げるときに内ももを使って筋肉を使って上げるように意識するトレーニングですね。これ意外ときついです、見た目以上に。で、内ももの筋肉は鍛えても引き締まる一方なので、いっぱい鍛えちゃって大丈夫です。20秒の休憩です。反対側も同じようにトレーニングしていきます。外ももの筋肉は発達すればするほど大きくなるんですけど、内ももの筋肉は引き締まるんですよ。なので足がすごい太くて内ももがくっついちゃうって人とかは、このトレーニングめちゃめちゃおすすめです。お疲れ様でした。ここからは50秒間のストレッチです。まずは足を肩幅に開いて、こんな風に左右にやるんですけど、骨盤の歪みを取るストレッチで、やっぱり筋トレ、足が両サイドの筋肉がアンバランスについてると骨盤歪んじゃうので、骨盤をしっかりきれいに整えます。関節をしっかり伸ばしたりとか、あといろんな太ももの筋肉を使ったので、特に入念に伸ばしていきます。ここからは筋膜ローラーを使った筋膜リリースをやっていきます。まずはふくらはぎの筋膜をほぐしていきます。すごいね、これをするだけでシシャモ足がめちゃめちゃ改善されます。やっぱりどうしても歩いたり革靴履いて歩く学生さんとか特にそうだと思うんですけど、ふくらはぎめちゃめちゃ張るんですよね。なのでこうやってお家でコロコロコロってマッサージとかも全然ありですし、筋膜ローラーを持ってたら残り2分筋膜ローラーを使ってみてください。まず60秒間は後ろのふくらはぎと後ろももをしっかり筋膜リリースしていきます。そしてここからは前ももの筋膜リリースです。意外と前ももが私めちゃめちゃ張ってるので、これに60秒間かけます。もう本当にこれめっちゃ痛いです。私初めてやった時に筋膜ローラー届いてやってみた時、前ももできなかったです。痛すぎてめっちゃ痛い。本当にやっぱり足はむくみだったりセルライトだったり筋肉の張りだったり、いろんなことトータルして足が太くなっていくので、一個一個ですね、解消していきたいですね。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は正月太り解消でお腹と太ももに効く
筋トレをやってみました。まあ、私基本的にいつもジムも行かないし運動もしない人なんですけど、まあ、正月の後だけはすごい毎年太っちゃうので、はい、今日もちょっとところどころお肉が垣間見えておりましたが、皆さんもこの動画見ながら一緒にこれからね夏に向かって筋トレを頑張りましょう。私もこれからもうちょっと筋トレとか勉強して、また良さそうな痩せるあのエクササイズ見つけたらご紹介するので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。